木8625です。今日は通常通りの高級日なもんで、同じ市内にありますですね、道の駅内のちょっと温泉まで行こうと思っています。さっきですね、この辺まで来まして、財布を忘れて行ったことに気づきましてちょっと一回戻っちゃったんですけどね、ちょっとこれ撮り直しの動画になっちゃってるんですけど、時間はですね、結構伸びきますんで15分から20分ぐらいになると思いますけども、よろしくお願いします。結構フロントガラスの汚れが気になってたもんで、昨日の夜ですね、仕事終わってからセルフスタンドの方でちょっと洗車してきたんですけど、なんかこう若干残ってるみたいな感じなんですけどね。夜に走るとなんかどうしてもこう虫とかがぶつかってきちゃって、それの跡がなかなか取れないんですよね。こまめに洗車はしてるんですけど、ちょっと気になっちゃいますよね。ここ段差なんですよね。あとは10月の中旬差し掛かってるっていうことで、今朝も結構冷え込みましたね。おそらく10度下回ったんじゃないですかね。結構布団かぶって寝てたんですけど、やっぱ朝方寒くてちょっと目が覚めちゃったんですけどね。天気がいいんですけど、空気が乾燥してきてますんで、ちょっと風とかもやっぱ気をつけないといけないですね。はい、あと温泉の話題に戻りますけども、いつもは、大崎市の桜の湯まで行ってるんですけど、こちらの、道の駅、縄文の里っていうところの双子の湯はですね、自宅から大体9キロくらいなんで、結構近いっつえば近いんですよね。それで、温泉のですね、お湯の質なんですけど、ちょっと初めて行く人とかはちょっとびっくりするんですけど、なんか鉄分が豊富らしくて、結構お湯の色が茶色っぽいんですよね。なんかどうなんですかね、粘土層みたいな茶色っぽいようなお湯なんですけど、あと結構塩分が入ってるみたいなんで、一応入ってみると結構、顔とかこうお湯でパシパシするとなんかこうヒリヒリするくらいなんか塩分が入ってるんですけども、意外となんかいい感じではありますね。ちょっと慣れるまで必要かもしれないですけど、結構独特な感じがするので、いいって言えばいいですよね。温泉もいろいろ行ってるんですけど、行くまでの時間を取っちゃうか、あとどうしてもこう入りたい時はガソリン代かけても行きますけどもね。
遠くてもいいなって思ったのが、福島県の喜多方市にある、北の里ですかね。そちらも道の駅にあるんですけども、あそこの温泉の質もいいんですよね。温泉がですね、炭酸水みたいな感じで、首筋まで浸かるとこうシュワ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 っていう感じで、もう入ってると体がとろけそうな感じで気持ちいいんですけどもね。あそこはですね、先月ですかね、ちょっとまた2ヶ月ぶりだったんですけど行ってきたんですけどもね。となるとやっぱ3時間ノンストップで行ったとしても3時間半くらいかかっちゃいますんで、だったら多少はちょっと妥協してもこっちに来た方がいいかもしれないですけどね。こっちのですね、双子の家もなかなかいい感じではあるんですけども、サウナはですね、結構広いので、ゆったりこう入れるような感じなんですよね。先週のですね、リフレッシュ休暇中に、どういうものかと思ってちょっと行ってみたんですけど、結構良かった感じだったんで、また今日も行ってみるっていう感じですね。あとこちらはですね、ルート的にはヤフーのですね、ルート検索の通りに行ってますんで、多分最短距離がこのルートじゃないかと思うんですけどね。いろいろあるんですけども、とりあえずこちらのルートで。三陸のガードの下なんですけども、この間の動画ではこの上走ったんですよね。この信号ちょっと間隔短いんですよね。変わるときはすぐ変わっちゃうんですけど、天王橋で今補修作業に入ってるんですかね。道路はでもだいぶ良くなりましたね。ここはですね。結構頻繁にここも使うんですけど、あと
ちなみにこちらの国道45号線は途中で通行止めになっちゃいますんで、もし反対方向から来られる場合は三陸道を使う、三陸道を使うしかないですね。あ、看板ありますね、双子の湯、まあ、こちらになりますので、回転してから即入りますからね。ここも結構入ってますね。大丈夫そうですね。なるべく近くに止めたいんで、この辺ですかね。この辺ですね。お疲れ様でした。それでは失礼します。